あ、どうだった？中村を倒そうと。あ、ごめんなさい。ライブ帰りに推しに会えて、それでね、本当にも会えてるじゃん。あ、もう言われてみれば確かに。寄せる。お、来た。はい、来ました。イケメン王子来たよ。イケメン、どう顔を見てみてください。何て書いた？おしごえる。さすが。曲はまあまあまあなんとなくまあ聞きたいから。まあ歌ってね。もうラストでみんなで歌える。合唱で。まあそうなんだ。ああ、でも考えてみよう。ああ、入れた方がいい。タツは？お、そうだね。タバコ吸ってるね。イケメンに。天木どこで言ってんの？山木ね、まあ、ちょっと。あ、もう星に全部合わせていくんだ。理想に寄せてほしい。あ、でもあんまりね、最近なんかたまにしかね、ちょっとあれなんだけど、まあ、最近は3回目ぐらい。欲しい、まあ、好きなの、好きなの。吉野伸さんだってね、開けてないよ。あ、じゃあさ、推しとさ、ね、吉野伸さん、どっちが好き？推しイズゴッド。いや、いらない。いや、いらないか。愛を込めるいらないか、いらないか。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 メイクなしでもかっこいいからね。そもそも。おお。やる急に急にです。急にですよ。やめて。やめて。書くのやめてよ。さすがに。他の目もあるんだよ。あんまそういうなんか丈でそういうさ、なんかあんまりこうのなんかしたくないから。違うでしょ、だって書くの。いや、わかるけど。で、なんか単純になんか LINE もしててさ、痛い痛い。でも全部が全部言うこと聞くわけじゃないから、なんかさ、お金払ったらなんか偉いみたいな、それなんかさ、わかるけど、そういうこと言ってくる女の子ってなんかマジ好かれないと思うよ。本当になんか嫌なんだよ、本当にそういうの。お金使ったら偉いんだ。
いやでもやっぱかっこいいね。ね。かっこいいねやっぱ。いや比べるとね、似てるね。見てる見てる。でもこっちの方が襟足長い。ちょ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 。何してんの。やばい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 。怖っ。何してんの。違うだろ。今着るユニコーンの着ても何もやばいだろ。それは普通にいいわ。なんか普通にいいわ。さらにでも危ないよ。ごめんごめん。でもそうだね。一回じゃあ消え取り直す。消え取り直すね。消え取り直すね。ちょっと頑張っちゃう。乾杯乾杯乾杯。気持ちも分かるけど、ハサミはあかんて。そうやね。そうや。マジないわ。どうしよう。普通に、あ、さっきなんかあの、いるじゃないですか。座ってるやつ、僕の夢が。僕はちょっと押さえたんですけど、髪、もうハサミでこう、出して、切られちゃって。マジ、ちょっと入れ足とかなんか切られちゃって。マジちょっとなんか、やばいなって、普通になんか無理っすね。なんか、我慢できないっすよ。いや、やばいな。とりあえず、ちょっと一旦俺も、あの、間入るから、うん、まあ、一旦、怒りすぎないようにして。はい、言いにくわ。はい、お願いします。今戻るんで。まあやりすぎないように。はい、まあでも多分シンさんもそこまでね、多分怒ってるけど優しいから。髪の毛切れてたんだけど、マジで。マジ切れたの、髪の毛。違うだろ、逃げたからないだろ。キュンがかっこいいじゃん、キュンが。普通になんか、そうやってきてることに対して言ってんの。上からじゃん、すごい。そんなことじゃないだろ、普通にこう、そんなことって思う。マジで元気くんの好かれないよ、本当に。この性格だったら好かれないよ、マジで。本当にお前とだから言うねん。お前って言われて嫌なんだよ、マジで。女の子逆にやっていいの、切っていいよ。可愛いって言ったけどさ、じゃ切られて嫌でしょ。美容室じゃないし、まあ、自分もやっぱ勝手に着替えたら嫌でしょ。でもここでやることじゃないとは思う。第三者みたいな。こんだけはるかさんもさ、忙しいについてくれて言ってくれてんだから、こっちだちょっと怒りすぎたら悪いけど、まあ、言ってこいです。俺も別に喧嘩したいわけじゃないから。だからもうそろそろ分かってるさすがに。それはこんだけ俺も悪かったか。考えてるけど全部ごめんねって言ってるし、このまま楽しく飲もうよ。せっかく来てくれたんだから。なんで帰ろうとしたの。待ってみて、なんで帰ろうとしたの。ちょい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 
これマジでマジで。ちょっと女の子もなんかまあ気持ちはわかるけどちょっとさすがにやりすぎかなみたいなそういうことがあって、まあ、僕も言っちゃった部分はあるんですけど、髪の毛は大丈夫ですか？でもちょっと切れたぐらいなんで、まあ別に、まあ、あれなんですけど、さすがにちょっと、ね、まあ普通に店の中でそういうのはあんまりしてほしくないなって、できれば楽しく飲みたいんで。あなたは姫には連絡取ってみたんですか？向こうからもなんか、まあ、普通にごめんねみたいな感じで帰ってきたんで、あ、よかったですけど、まあちょっと僕も言い過ぎたなってことはあるので、もうちょっと、はい、まあこらえてやれるようにしたいなと思います。今日はありがとうございました。ありがとうございました。